吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。それではまずインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介します。田んぼに水が張られ、逆さ息吹がきれいに映り込んだお写真を投稿いただきました。田植え時に風が止んだ一瞬を捉えたお写真のようです。それでは今週の息吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずウィークリートピックスのコーナーです。こだわりのお店がたくさん並んだマルシェで楽しい時間を過ごしました。5月18日、いぶき薬草の里文化センターでそもそもマルシェが開催され、多くの来場者が楽しい時間を過ごしました。ホール前では人気のメロンパンや豚まんを購入しようと、早くから多くの人が列をなし、屋外では県内外から合わせて88ブースが出展しました。手仕事、スイーツ、フラワー、パンなど様々なジャンルごとに6つのマルシェが設けられていました。フラワーマルシェでは長浜農業高校による苗の販売、手仕事マルシェでは衣類や雑貨、アクセサリーを販売するお店がにぎわったほか、パンマルシェでは天然酵母のパンや石窯パンなどを購入する人で行列ができていました。また大人だけでなく子どもも楽しめる手仕事マルシェではミニ畳の製作なども行われ、それぞれに楽しい時間を過ごしていました。この日はキッズバイクパークも開催され、2歳から5歳の子どもたちが芝生広場で順位を競い楽しみました。姿勢ウォッチのコーナーです。いぶき南部地域の水質高度を低減化するための改修工事が行われます。5月14日、いぶき南部水質高度低減化工事の着工にあたり、工事期間中の安全祈願と事業の円滑な進行のため、安全祈願祭と非公式が行われました。この工事は、元市場浄水場と水上地先のいぶき南部第一水源地を増設改修し、元市場浄水場で水質高度の低減化処理を行った水をいぶき南部第一水源地まで送り、地下水の原水とブレンドし、高度を調整した上でいぶき南部排水区域へ供給するものです。特に水質高度が比較的高いいぶき南部排水区域では水質高度の低減化が望まれており、この工事竣工後には目標とする高度100ミリグラム毎リットル以下まで低減化した水を提供していきます。安全祈願祭が行われた後、非公式が開会し、平尾市長から工事の竣工後には安全で安定した水道水を供給できる水道システムの構築を目指していきますと式辞が述べられました。なお、低減化された水の供用開始は令和2年秋ごろの予定となっています。いぶき第一グラウンドに寄付いただいた企業に対し感謝状が贈られました。5月17日、市役所米原庁舎で感謝状の贈呈式が行われました。これは3月30日にリニューアルしたいぶき第一グラウンドの改修工事に携わった山陣建設株式会社および大沢株式会社より
多くの方にグラウンドを利用していただくことで、スポーツを通じて市民の健康づくりを推進してほしいと寄付の申し出をされたものです。今回寄付いただいた品は、移動式防球ネット4機、公式試合用ホッケーのゴールポストとゴールネット各2組です。この日、山陣建設株式会社山口大二郎代表取締役と、大沢株式会社大沢愛一郎代表取締役に対し、平尾市長から感謝状が贈呈されました。私自身もですね、今40そこそこになるんですけど、幼少期よりこの米原市に育んでいただいて、その中でホッケー競技っていう競技に携わる時期もありまして、この今回この第一グラウンド改修工事の舞台となったこのグラウンドでもですね、昔から僕自身も駆け回ってたんですよね。で、そういったグラウンドが一新されて、これから の未来ある子どもたちのために、グラウンドが改修されていく中でですね、僕も何らかの形でこの前原市に恩返しをしたいというところでですね、今回ホッケーゴールを寄贈させていただく運びになりました。今回いただいたグラウンド備品は、ホッケーをはじめとしたさまざまなスポーツで利用を図っていきます。特集のコーナーです。ゴールデンウィーク期間中に開催された春の伝統行事、米原のお祭りをお伝えします。今週は磯武者行列、公家やっこぶり、武家やっこぶりの様子をお届けします。それでは VTR をどうぞ。時は流れ、平成から令和へと新たな時代の幕開けとなりました。それぞれにいわれのある伝統行事、受け継ぐところは受け継ぎ、今の時代にできることを次の世代へとつないでいく、関わってきた人々の思いも受けながら、今年も各地で春の伝統行事、米原のお祭りが開催されました。5月3日、子どもたちが伝統の衣装を身にまとい、琵琶湖沿いを練り歩く磯武者行列が行われました。午前中に顔かきが行われ、男の子は立派なひげをあしらい、大和たけるにあやかった武者姿。そして女の子はきれいなお化粧をして、あでやかな稚児へと変身します。今日はいいお天気になって、昨年は寒かったんですけど、今年は多分汗が出るぐらいあったかい、いいお祭り日和になりました。そうね、もうランタンはどこでも、少子化と高齢化が進んできたばかりね、いつも、もう俺と同じような格好で、子供さんも前のどやろうね、もう3分の1ぐらいになってもったんかね。で、今となったらもうお渡りしてくれある子どもさんも作るようになった境に、外に嫁いでおられる方とかも出ておられる方も帰ってきて、でまた今日も何人かの方がおられるんやけど、帰ってきては渡っていただいてますんで、なんとかこの祭りやっぱり盛り上げていかなあかんという思いが皆さんありますので、こうやって協力していただけるありがたいなと思ってるんですけども。午後1時、顔かきが終わり準備が整うと、磯漁港近くのお旅所から武者や稚児、そして子供みこしなど総勢90人ほどが、琵琶湖岸の道路をおよそ1時間かけてゆっくりと磯崎神社まで練り歩きます。磯崎神社は神話と歴史を語る古事記日本書紀に登場する大和たけるの御事にゆかりがあります。大和たけるの御事が伊吹山の悪人を退治したときに負傷し、京都への帰りに病気が重くなり、磯で報じられたため、
磯崎神社を建てて祀ったとされています。この磯武者行列のお渡りがいつ始まったかは定かではないようですが、明治のある時期に伝説が残る大和武尊にあやかった鎧武者と稚児を中心としたお渡りが始まり、次第に行列が変化し現在に至っていると伝えられています。5月4日、長沢の福田寺正面にある熊野神社の春祭りに合わせて開催される公家やっこぶり、県の無形民俗文化財にも指定されています。行列開始の1時間前、長沢公民館では雅楽ややっこぶりの最終練習や確認が行われます。まあ、今公家っこというのはもう全国でもまあここだけしかやってないということですので、私も頑張ってこれから先も残していきたい、その気持ちでやっております。午後1時、紺色の法被に茶色い鉢巻きのやっこ衆11人が、名前の通り公家のように優雅に熊野神社に向かってゆっくりと進んでいきます。このやっこ衆は福田寺公家やっこぶり保存会により構成される30代から70代のメンバーで、やっこぶりの伝統を現在に伝えています。公家やっこぶりは江戸時代に福田寺住職のところへ、京都二条家から姫君が輿入れした際の行列を再現しており、法被にわらじ姿のやっこ衆の掛け声とともに、足の裏を見せずにしずしずと少しずつ歩みを進めるのが特徴です。また山門からは雅楽の演奏者に続いて可愛く着飾った稚児たちが加わり、行列は一層華やかさを増します。熊野神社の鳥居まで到着すると、王子を忍びながら薙刀で入るという字を書いてめでたく神社へ入場していきます。えいっやっ、そして厳かな雰囲気の中、熊野神社では稚児たちがお供えを供えるなど神事が行われていきました。5月5日、野登世の山捨てる神社で宮中への献上行列を再現した武家やっこぶりが披露されました。午前8時30分に野登世会館に集まったやっこ衆12人はそれぞれ顔に化粧を施し、法被や鉄砲、キャハンなど伝統の衣装に着替えます。準備が整うと会館前で行列を作り、動きの確認をし山捨てる神社へと向かいます。令和元年の初発の春祭りです。会員さん12人の揃うのがなかなか大変です。まあ今年は幸い、みんな揃いましたので、
元気よく出発していきたいと思います。午前10時30分、山津照神社の鳥居の下で神事が執り行われ、武家やっこぶりの始まりです。古代豪族沖永氏との関わりが深い山津照神社の境内を、人笠に紺色の法被を身にまとったやっこぶりが、時折面白い掛け声を即興で交えながら勇壮に練り歩きます。この武家やっこぶりの起源は、江戸時代中期から明治時代初頭にかけて、境内にある青木神社から京都御所へ、天下太平、武運長久、宮中御安泰の祈祷札を献上したのが始まりと言われています。緑豊かな参道で、やっこ衆により、伊達箱や立傘、台傘の受け渡しなどが行われ、訪れた多くの見物客を魅了していました。また社殿到着後には、関係者により山津照神社春の祭礼が行われ、境内一帯が厳かな雰囲気に包まれました。歴史が息づく米原ならではのお祭り、受け継がれてきた歴史、そして引き継がれていく伝統。伝統ある祭りを地域挙げて守り受け継ぐことで、この地域のつながりも守られていくような気がします。